生命保険は入ってるか。悪いこと言わねえ。入った方が身のためだ。まず軽く25万ドル俺のオフィスに来りゃ手続きしてやるぜ。それとも死ぬのは怖いか。司会はクソくらいだ。人の口に手を突っ込むやつは保険お断りだ。忘れられると思ったけどやっぱりダメだ。思い切って話した方がかえってスッキリするんじゃないか。ヨットがあるのか。ネバダに。どんなヨットだ。それからどうした。違うよ。なんか隠してるのか。君の財布だ。こっそりしまっといてよくそんなことが言えるな。信用できんからだ。やおわいこだ。愛するマロリエ、君はいつか俺には感情がないと言った。正しいが間違いだ。俺は今以前よりも豊かな感情を持っている。本もたくさん読んだし、仲間とヨガの稽古もした。だがムカつくやつだった。やつはもうここにはいない。夜は君がすぐ隣にいるつもりで独房で横になってキスを想像するんだ。池の向こう側に何がある。まあ、ゆべ保線係があの下ではしご登ってたろ。そうといえば楽勝だろ。あのね、紳士は語らず、紳士は決して語らない。まず俺たち、あ、いや、やっぱやめとく。ダメ。それじゃあこっちの記事の方は読んだかな。完璧なマティーニを作ろう。こんな雑誌を一体誰が読むってんだよ。これを見てると年収を2万ドル以上稼いでねえ人間はかわいそうにマスも書けねえぞ。700万部も売れてるとか言われてるが誰も読んじゃいねえってこと。トライボーイは人をバカにしてる。ルーディ、お前は神を信じるか。いや、神が人間を作ったってことも、神は女性も作った。お前の信じてる神様がバカも作ったんだぞ。なのにお前は神に背くってのか。早く取れ。ムカついたって。まあ国じゃサラエボなんて誰も知らないが俺は知られてるってわけ。お宅の子フリーか。まあ雇うバカいねえだろ。あるレディを運んでたんだ。ああ、バメシ旅イスメットビリッジ。まあ、ああ、実はそのヨソムソバショムシナム。まあ今日は洗濯の日か。洗濯、うん、俺と似てる。みー、一緒に武器で戻ろうぜ。チェルキック、うん、おーい、あーキック。自分のケツを飛ばしちまった。クソ、新編みたいなヘマやっちまった。ピンを抜いちまうなんて。女房に手紙を。俺ら男らしく死んだと気休めを言うんじゃない。贅沢なこった。選ばれたのはお前で俺じゃねえ。エドが嫌ならいいじゃない。31年もらってフラフラバイトやってる男に将来これ以上のチャンスが巡ってくると思うか。それとも何か、こいつは一生ビデオケースを並べてりゃいいってのかよ。こいつの店で働いてんのはみんな10代のガキだ。大学行って卒業したらビデオ屋のアルバイトははいおしまい。だがこいつは違う。次に入ってくる10代のガキを丁重にお迎えしてんだよ。どっかおかしいじゃねえの。あら大丈夫、私はレディだから。おっと違う、みダンスしたい気分だわ。ダンシングハー。ああ、あなた怒りん坊なの。チリペンペンし、あんたら変態コンビだな。パラダイスへようこそ皆さん。ただしここのパラダイスは犯罪者専用。別に俺ソフィーと寝たんだよ。至福の時だった。だがそれもあと1日で終わる。ではあと24時間で出航するからさ。そしてお前はダイヤを盗み、俺はまた間抜け呼ばわりだ。それで俺の金はいくら入る。半分もらうぞ。炭水化物を抜いてる。大事だろ健康はよ。でなんでここにいる。一緒じゃねえのか。元気でやってんのかよガキは。なんだまだゴール決められねえのか。土台半人前に男の仕事は無理だ。ボビー、ジョージーが襲われたのを見たとき、なぜ助けなかった。君の評判を聞いたよ。少々気弱らしいね。じゃあ君はレッドアイスプレイヤーか。ホッケーの試合中氷の上に赤い血を残す選手だ。イエローかレッドか。イエローかレッドなのか。イエローかそれともレッ、レイプだったわけだな。ねえ、その通りだよ。だってあんた馬と話してたってつまんねえだろ。つっても俺の馬は賢いけどな。数学もわかるし物理も科学もお手のもんだけど、哲学だけは絶対教えられねえ。馬がデカルトこいちまったらまずいだろ。そうだなレフティ。ブエノスティアス、最初にあの大金を見た時、まさか自分がこんな目に遭うとは夢にも思わなかっただろ。大丈夫、俺は君を追ってる男じゃない。なのにまだ生きてる。おい、いや悪党なんてもんじゃないと。そうだな、ユーモアのセンスがない男。ご飯の最中にタバコかジェシー。なんか食欲がなくなるんだよ
な、この煙。いや、僕だ。僕ら一緒に旅行したことがなくて、で、教会の活動の話を聞いたとき、完璧だって思った。この冒険なら妻も喜ぶぞって。そんなことをしていただく必要はありませんよ。ではラストネームから伺ってもよろしいですか？私は肉は食べないもので、でもうちの豚肉は美味しいって評判です。そうです。トーマス様のファーストネームを教えていただけないでしょうか？ベントーマスさんからのご注文はないようです。どの声です？何ですって？ローレンスにいたずら電話をしろって頼まれ、私はあなたのお役に立ち、黙示録だよ。終末の日々、審判の時、この世の終わりってやつだ。相棒、クリスチャンはキリストの再臨って呼んでるけど、マヤ人も知ってた、ホピ族も、中国の疫境にも出てるし、聖書にも載ってるし。悪いけど俺飯食わなきゃいけないんで、俺のブログでも見ててよ、ただだから。まあもちろん寄付は大歓迎だけど。昔々古代マヤ人はこの地球に終わりの日があるってことを人類で初めて発見した。マヤ歴によると2012年に最悪なことが起きる。車で体当たりされたんだ。助けようとし大抵の警官を射殺するが、俺は少し手加減してやったんだ。なあキャル、答えてくれ。大抵はその場で撃ち殺すよな。あとはもうあんたに任せるよ。とりあえず今回の協力には感謝する。俺の味方ならね。ママレード取ってやったな。もう殺した。ランチョンマット、本気で生き残りたかったら観客に好かれることだ。バカ言うなってか。まあ実際ゲームが始まったら腹は減るわ、凍えるわ。だから少しの水やナイフや数本のマッチ、少しのものが生死を分けるんだよ。君も同じ考えだろうからはっきり言っておくけど、君がダニエルに好意を持ってるのは見え見えだが、残念ながら脈はない。あいつは親の愛情を受けて育たなかったから人を愛せない。なんて言えばいいか、溜まってる。君の肉体的欲求が満たされていないと気がついた以上、私としては放っておけない。地区を落ち着かせたがってるならムカついてること間違いなしだよ。お前たちのスピーチときたら恋愛どころかマニュアルの棒読みだしな。そうスノー大統領に言うんだな、今から2日後に。確かに強烈な言ってたよな。勝ったやつなんかいねえよ、一人もな。あれはサバイバーだ、勝者じゃねえ。分かった、もしやつが選ばれたら俺が代わりに志願する。